さあ、それでは谷口さんのヨタ8を乗ってみたいと思います。千田さん似合いそうですね。やっぱり俺の年代の車じゃん。そうですね、はい、俺がだって10歳の頃だ。乗ってたんですか、これ。知らない、これは知らない。さすがの千田さんも知らない。知らない。一応あの走行モードが、はい、あのコンフォートとスポーツとあのレースがあって、あ、分かれて切り替えできるんですね。あとドラコンと ABS とかもちょっとオフした方がいいと思います。あ、そうですね、素晴らしい。そんなスイッチさっき見たけどない。いや、ちょっと面白かったね。いや、なんか千田さんの顔が嬉しそうですよ。いや、だってさ、こんな車なかなか乗れないよ。ですよね。だってかっ飛ばすスポーツカーじゃないから。そうですね、雰囲気よね。この時代っていうのはやっぱ雰囲気だから、はい、大事なのは、はい、ね。さあ、それではよろしくお願いします。はい、はい、乗ってきたいと思います。低い、俺を乗る感じ。これシートベルトが、ね、ないんですよ。あ、この時代の車。そうだよね。68、67年だっけこれ、うん。だからちょっと不安かもしれないですけど。お邪魔します。はい。いや、これ道路交通情報なくても大丈夫なのだから。谷口の足のサイズだからさ、遠いんだよ。内装がすごくいいな。うん、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。いいね、シフトレバーがこう、ちょっと倒れてるんですね、こっち側に。ちょっとこうシフトしてていいね。これでもう一足入ってんですか。入ってないよ。入ってないよ、これどう見ても5足でしょ、これ。この位置ですよね、だから倒れてるんですよね。そうそうそう。あ、ですよね。足つる。谷口のシート位置だから足つる。写真撮り損ねた。軽い車がね、横に乗っててもそれは感じますね。軽い。これはもう車というよりかあれですね、軽い自転車みたいな感じですね、これ。ああ、軽いな。軽い軽い、めちゃくちゃ軽いじゃないですか。おお、ミッションスコンスコン入る。すげえ、ミッションめっちゃいい。よくこのミッションも手に入れましたね。あ、ドグミッション。あ、これで銀座に行きたい。あ、渋いですね。あ、まあ、確かにありですね、それ。これで銀座行きたい。いやー、これでもちゃんとしてるよ、これね。ステアリングビールなんかめっちゃいいよ。ステアリングビール、ラック&ピニオンみたいだよ。あ、違うんですか、これ。うん、だってオリジナルはもっとグニャグニャしてる。あ、でもラック&ピニオンに変えてあるんじゃないですかね、多分。あ、してるね、これ。おー、いい音。いい音だ、トヨタの音だよ。いや、これは最高のちょっとおもちゃですね、これ。うん、めちゃいいわ。 ETC もついて、うん、車検証入れもここにあって、いいね。内装がめちゃくちゃ綺麗。綺麗です、綺麗。いや、だってエンジンルームなんか見たら新車だよ。ね、軽い、めちゃ軽い。コンスコン入るミッション。こんな車で箱根の山を走るなんて最高ですね。あ、めっちゃいいね。これはね、オーディオなんかいらない。いらないですね。いらない。もうこの音聞いてるだけで。これはもう、あの、死ぬまで手放せない車ですね。最高だ。いやー、軽いわ。もう
ちょっと1ミリアクセル入れただけで車が反応する、軽いからだるい。いい音だな、このキャブの吸気音とこのミッションの、いいね、ロックミッションの音が、レーシングな世界ですね。いい、ヨタハチの新車。新車以上ですね、これ。めっちゃいいよ。めっちゃいいよ。ご機嫌じゃないですか、千田さん。いや、いい。これはいい。この辺のセーリングコラムなんかやっぱりロードスター使ってるんですね、これ。なるほど。いい。ご機嫌ね、ご機嫌。ご機嫌ですね。もうご機嫌。またこれはもうジャパンの圧力とは全然違う種類の車ですよね。同じ4エンジンでも。ご機嫌だよ、ご機嫌。めっちゃいいわ。素晴らしい。低い。低いもん。ポルシェ、フェラーリより低い。カートみたいだよ、カート。チェンジです。チェンジ。はい、じゃあ。いやー、すげえいいよ。めっちゃいい。シートベルトない。めっちゃいい。これはマジカートですね、これ。もうなんか座った感じがもう確かに銀座に行きたくなりますね。だろ？はい。そうなんだよ。ミッションもいい。ミッションもわざとこう寝かしてるんですからね。そう、寝かしてる。ね。すごくいいですね。シフトヒールめっちゃいい。でステアリングヒールもめっちゃいい。これはこの辺全部多分ロードスター使ってるんですね、うん、そうそうそう、メンバー前も後ろも全部ロードスターを使ってるんですね、うん、モッセでめっちゃいいよ、おしゃれ。スーッと動きますね。そうそうそう、軽い、めっちゃ軽い。左オーライ。めっちゃいい、すごくいいじゃないですか。めっちゃいい。これはこれはいいよ。土屋さんが笑顔になる理由も分かりますね、これ。最高じゃないですか、これ。いいね、この雑音がいい。すいすい曲がってきますね。そうなんだよ。これだからフレ車はヨタハチなんだけど、足回りはロードスターって言いますね。そうそう、
確かにちょっとロードスターっぽい雰囲気が出てますもんね、なんとなく。あるこのまたバックミラーもいいですね。いいね、いいね、最高じゃないですかこれ。めっちゃいいよ。なるほど、ああすげえよくできてる。確かにこれ想像以上にいい、最高。うん、いやすごい車作っちゃったな。ああこのコンパクトな感じとこの軽さは楽しい。楽しいな、めちゃ楽しい。めちゃ楽しいよ。これ5速、6速。あ、これ5速だけ、ノーマルのギア使ってるんですよ、これ。だから静かなんですよ。で、他のギアはドグミッション。ドグミッション。で、6入れるとうるさくなる。5速ノーマル。さんのもそうですけど、いい音だ、綺麗な音。飽きない、飽きないっすよ、全く飽きない。いやバイク。1の1で、めっちゃいいわ。いいっすか。めっちゃいい、もうすんばらしいね。めっちゃいい。これ乗ってみたら、乗ってみたら印象がまた全然違うね。めっちゃいい。違う、相当いいよ。もうね、最高、バイクに側があるって感じ。オートバイだ、オートバイ。な、
本当にバイクに側がついてるって感じ。このミッションとの相性もすごくいいね。いいいい、ね、うん、ステアリングフィールもいいし最高。だからこれフロントとリアはロードスターのメンバーが入ってるような感じですね。全然そのフラフラとかそういうの全くなかったよ。気にならなかった。全然、うん、全然ないよな。へえ。いやいいわ。すごいの作っちゃった。いや本当に嬉しいですね。嬉しい。まあ記者さんの A より全然いいよ。そういうの言わないでくれる。失礼なやつ。本当に失礼なやつ。最高でした。いや最高だよ本当にこれ。もういやー、土屋さん言ってた、これで銀座に行きたいって、うん、いや本当に、うん、見ろよみたいなさ、うん、もう銀座歩いてるやつに見て見てって感じ。見ますねこれね、うん、見ますよ。いや見るよこれ。なんかサウンドと、うん、そしてなんかこのこうプッて動いた時の軽い感じが、うん、なんか楽しいですよね。あとギアがこうスパンスパンいって、エンジンのパワーとバランスがすごくいい、うんうん、めちゃくちゃいい。最高。バイクだよ。バイクですね。うん、いや、なんか嬉しいです。嬉しいですね。なんかすごいの。いや、すごくいい。うん。まあ決して高性能で何かのライバルと戦えるって感じじゃないですよね。なんかこれを乗って楽しむって感じですね。そうそうそう。もう唯一無二だから。うん、別にさっきさ U ターンするときポルシェもいたんだけど、見ろよ。あのなんか A86 のコンパクトさすごく最近乗っていいなと思ってたんだけど、もっとちっちゃいじゃない。うん、全然違いますね。違う全然違う、全然違いますね。わ、嬉しいな。いやこれはバイクです、うん、バイク。これは普通の車じゃない。これあの僕がカープライムの放送見たら2人がめちゃくちゃバカにしてるってことないですよね。お前さ車載の会話お前聞いてみな、すげえから。よかったよかった。今嬉しいです。めっちゃいいよ。よかった、嬉しいです本当に。いや想像以上に良かったな、はい、だってこれに乗ってたらポルシェだろうがフェラーリだろうがランボだろうが横に来てもふんって感じ、うん、なん気分それどこででも買えるんでしょって感じですけど、ね、もう気分は最高よ。見ろよって感じむしろ。まあ続いてはね、はい、私の、土屋さんの、ちょっと変わった今年モデルの、2022年バージョン、乗り心地がちょっと変えてんでね、うん、まあ大湯と松田継夫ってやつがね、はい、なんかライバル視してるみたいだけど俺のことを、はい、それをちょっとやっつけようかなと、うん、でちょっと新しいパーツを入れてみました。それはもうね86に乗ったことがある人だったら分かる。なるほど、それちょっと楽しみですね。まあじゃあ2人で乗ってきてくれ。はい、エンジン系もちょっと変えたんですかね、うん、そうね、ちょっとね、ちょっと、うん、ちょっと、ちょっとね、なんか全然笑顔ですね、うん、まあね、まあ毎年少しずつ変わってくからね俺の86は。まあ乗ってきてよ。はい、はい。全然良くなってるね。全然違うじゃないですか。まあ、チューニング仕様なんで、うん、組み出しのところはそんなにこうレスポンスよくしてないですよ。いや全然すごい素直になったね、うん、多分乗ると分かるです。じゃあ行きましょう。はい、前土屋さんのこの辺ポコポコ言ってたんだけど、全然スムーズになったエンジンが、コンピューターの調整が良くなったってこと、なんかそんな感じ。この車乗ると古い車っぽさが感じないよね。感じない、全く感じない。古いんだけど、3000ぐらいのトルクが、3000からぐらいのトルクが。
これってクロスだっけ？クロス。クロスの 3.5。 やっぱりこれあのそのフロントのなんかなんとかダンパー、はいはい、確かに効いてるかもしれない。なんかすごいしなやかな感じがする。前も後ろもあのしなやかさがすごいある。あとはやっぱり振動がだいぶ少ない気がする、うん、もっと AE86 ってボロっちい振動があると思う、うん、あるよね。これでもあの谷口のヨタ8乗った後だと、うん、車に新しさを感じる。古いんだけど、うん、すげえ新しさを感じる、うん、だってすごい普通だもんね。ほんと普通、良い意味で普通、うん、ヨタ8のちょっと味濃いよね。濃い。でもすごくまとまってるな、やっぱりいいな、これ石田さんのこれ乗らせてもらうとこのぐらいのなんか仕様にしたくなっちゃうんだよね。そうだよね。なんとなく俺たちが86を手にすると、うん、そんなにガチャガチャいじりたくないとかって思っちゃうじゃん、うん、でもこれ乗るとこれぐらいしたいなって思うけど。そうね、このぐらいしたくなっちゃうね。とはいえ結構これ究極だもんね。究極。ほほ、いつ乗らせてもらっても最高ですよこれ、ね。欲しい時に欲しい、この前にグッといく感じが出るもんね。サマスクで登るもんね。登る、全然登る。でも全然低回転、低回転からストレスなくスーッと回転が上がってくるんで、普通こんなのブンブンと落としているよね。坂道に登るためにギアダウンするけどね。トルクがすごいな。最高、音も最高。この排気音じゃなくて吸気音が大きいっていうのはちょっといいよね。いいね。排気音が大きいのってちょっと若いじゃん。これはやっぱ昔の車でないと味わえない音だからね、これは。ね。6年間仕上げてきてるんだもんね。すごいことだよな。これバケットなのに全然苦じゃないね。なんか乗り心地が。そうね、あのヨタ8から比べたらね。なんか AE が大きく感じるもん。あ、なるほど。さっきのあのヨタから乗り広いね、これ全然広い。5ナンバーですけど、うん、すごい大きく感じるもん。今時5ナンバーってあんまりないもんね。ないよ。ああいう補強パート効くんだね。なんか、うん、なんかすごくマイルドな感じがする。
まあ、やっぱりあのテックさんでいつもメンテされてるっていうのがいいよね、うん、ああ普通よりはアクセルがちょっと重めなのかな。もう感じる？ちょっとだけ。走り出して10メートルで気持ちいいですな、その最高だね。で、86ってなんか本来ボロいから、うん、加速と減速で、うん、エンブレかけたらうわーってすごい、うん、あの変な振動出たり、はいはいはい、ファイナルギアが、うん、音がね、あのコケコッコを言ったり、うん、うるさいじゃないですか、うん、今若干するけど、あ、これ、あ、豪華5速か、そうか、横に乗っててもトルク感が半端ないもん、ね、で接地感もいいし、なんか不安感が全然ない。操作類も全部扱いやすいですね、うん、なんかクラッチもね、柔らかいよね、大事に乗られてる証拠だよね、トレッチ屋さんの乗ると AE をなんかちょっとやりたくなっちゃうな、ね、これ乗るとちょっと悪影響だよね、ちょっと悪影響なんですよお金使っちゃうじゃんね。そうなんですよ、あのついに僕もこの禁断の AE 界に手を出してしまったんですよ。え、手に入れたの？昨日ね、ちょっと見に行ってきて、これ買いますわってちょっと手付けしてきたんですよね。どんなあれ、レビン、トレノ、トレノ3ドア、色は今白、白、うん、これからまあ塗装とかしますけど、うん、ついについに、あのついに AE ワールドに、戻ってまいりました。やばいね、それ結構やっちゃいそうだね。そうなのよ、だから今日これ昨日買ったから、今日これ乗るのかなり悪影響、それは影響強すぎでしょ、それマジか。まさに今どうしよっかなっていうところなんで、ついに行っちゃった。え、それ今仕様はどんな仕様なの？あれ後でまた話します。あのボディ剛性パーツはどうですか？多分ね、まだ正直今コーナーとかを攻めたりとかしてないから、コーナリングに対してもちょっと分かんないけど、でも車のなんか端っこ、両端、先端と後ろから来る、そこがつながってて、来るそういう変な振動とか、だって振動がない感じがするよね、少ない感じが。あとはそのフレームがやっぱり先端がつながってて、左右のフレームのこの高さのズレみたいな影響がある、はいはいはい、絶対影響があるはずだから、これはね、ぜひあった方がいいパーツだと思いますね。効果出てんだよね、これ。確かにスピード出せばより分かるんだろうね、きっと、でも今乗ってるこの高級感っていうか、その86らしくない落ち着いてる感じが、きっとそのダンパーが役立ってる、そうだね、そうだ、大変です。86らしくないもんな、なんか、ライトつけちゃったりなんかしてやっぱさ、今の時代こうリトラクタブルってないじゃん。リトラクタブルいいよ、ね、俺リトラが好きなんだよ、だからワンエイティも好きだし、あ、そっかそっか。やっぱランボルギーニカウンタックもリトラだったし ね、まあ、昔のスーパーカーみんなリトラクタブルだもん ね、やっぱ今はもう出せないから、こういうのが、余計リトラっていいじゃんね、
ステがまたいいな、つけようかな。あれに違う違う。あ、86に。86に。あ、GTV？ 85なんですよ、実は。あ、なるほど。はい、85回86。最高です。最高でした。いいね。わかった。わかった。いや、すごいしなやかな感じがします。車が。そう、昭和感がなくなるんで。そうなんですよ。そう、そう、はい、そう、そういう話してたんですよ。あの86っぽくない、ある意味、うん。そう。クラウンみたいな感じ。あのすごくいい意味で普通で、うん、でボロさが全然なくて。そうそう。そう、ボロさを隠す、はい、スピードをそんな出してないんだけど、なんかすごくマイルドな車になった感じがしますね。普通はもっとね、うん、安っぽい振動ジャジャーンみたいなのが出るはずなんだけど、ないんですよ。硬さがなくなった感じが。そう、うん、だから86に乗ってるやつは分かるんだよ。すごい感じましたね。その振動がいいっていうやつもいるんだけど、これはこれで、あ、これもありだなっていうさ。あの非常にもこのタイミングでこれ飲むのは僕らにとってはとっても悪影響なんですよね。そうなんですよ。どうもね、谷口選手はね、うん、やっちゃったらしいんですよね。は？やっちゃったらしい。昨日あの86購入あのしちゃったんで。マジで？ついに僕も AE 界に戻ってきてしまったんですよ。禁断のちょっと、だから今日千谷さんのこれを乗ったのが、うん、相当まずいですね。まずいものを感じてしまったっていう。谷口も AE を買ったか。これ乗らなきゃそんなにあのそんなに手かけなくて済むのに、これ乗るとやっぱりいいなってなるじゃないですか、うん、悪影響。違いなく悪影響だね。まあいい意味で本当に素晴らしいですこの。86の完成形がこれだと思うんだよ、はい、そうですね、究極系ですもんね、うん、こうなんだろう、いい意味でやりすぎてないけど、うん、やってあるところめちゃくちゃやってあるじゃないですか。そう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 、それが究極ですよね。どんがらは嫌なんだよ、なんかさ下品。確かに確かにね、そうですよね。内装がしっかりあって、そうだけど走るためにやることすべてはやるっていうね。谷口選手のこのヨタ8乗ったとこれ乗るとなんか令和な車の感じが。ああ、なるほどね。いや、これは本当になんか昭和初期、うん、昭和初期ですよね、うん、で令和な感じが。そう、はい、でバイクに側がついてるっていう感じ、うん、これはエンジンもすごいマイルドになりましたね。そうだ、ガサツ感、ガサツ感というか、うん、あれがもう下からもう本当にフルにこう、ね、綺麗に回るようになりましたね。そこはやっぱモーテックのいいところよ。なんかね、それ感じますね、うん、ね。でやっぱさ、黒ファンネルもやっぱ効いてんだろうね。え、なんで？色だけでしょそれ。確かにあの音が黒い感じになります。そうだろ、はい、前までちょっと緑でしたけど。そうそうそう、確かに黒い感じするね。そうそう、黒い感じするでしょ。前まではババ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 ーンみたいな感じでしたけど、グリーンって感じで、グリーングリーングリーンみたいな感じですけど、今は黒ー黒ー黒ーブラックブラックブラックみたいな感じは。わかる。いや、気分が大事なの、気分が。やっぱこうちょっと変えて俺変えたっていうその気分がいい。なるほどなるほどね。いや、素晴らしい。さあ、それではさすがです。現在の GR86 マックスオリゾンのを乗ってみたいと思います、はい、そうですね、まあ、ここから来るとだいぶ新しい感じすると思うんで。いや、新しい、一番新しい、はい、ここで令和まで行っちゃったらもうないじゃん。確かに、確かに。次の年号分かります。これ平成でしょ、いくらなんでも。平成ですね、うん、平成平成の AE86、はい、それでは現在の GR86 乗ってみたいと思います、はい。あるな、 2.4 は。そうですね、うん、でやはり静かですね。静か静か、今時の車は本当静か、うん、あ、このデコボコ減速帯の乗り心地が、うん、やっぱりあのタイヤが大きいのもありますけど、うん、カメラが一番揺れない。全くだ。今時の車乗り心地いいな。快適ですね。あ、いや、本当いじらなくてもう完成してますもんね。そう、本当そう。いじるとデチューになるパターン多いじゃないですか、うん、
そこをいかに出ちゅうにならないようにいじるかが見せどころですもんね。うん、スポーツカーと思えないぐらいなんか落ち着いてますね。そうそう、ほんとそう。はい、あ、でもこの3速4速の月がいいね、アクセル。それは今開発中のスロットルコントロールですかね。うん、アクセルレスポンスがいい、この辺の。ゆっくり走ってる時の、うん、ちょっとこう 1,2 ミリ入れた時のアクセルレスポンスがいい。スーッてスーッといく。もうですし、それを応えてくれるこのエンジンがなかなかね、いいですよね。うん、そう。2.4 リッター。うん。静かだな、うん。さっきまでこの路面のメロディー聞こえなかったっすか。聞こえない。全く聞こえない。この車になるとメロディーが聞ける。うん。谷口のヨタ8と俺の AE86 ってこう雑音を楽しむっていうさ、はい、はい、サウンドをね。そう、はい、これは何の音もしない、うん、だからあの86とヨタ8の横に乗ってくれる女性ってなかなかいないと思いますけど、この車だとね、これは誰でも乗りたいでしょう、はい、これはもうあんな車はね、谷口の嫁とうちの嫁しか乗らないわ。うちの嫁も乗らないです。乗らない？ダメ。はい。あ、そう。あ、今時の車だ。でも何にも不満ないですよね。ない、全然ない。全くない。従順で。うん。そう。本当思い通りで。サラブレッド。はい。俺らのはさ、はい、野生馬を子供の時に拾ってきて、はい、育てるからああなるんだよ。これはもうサラブレッド。もう教育されてますからね。うん、まあ世間の大半の方がこっちがいいって言うと思いますけど。そりゃそうだよ。そりゃそう、はい。僕らの一部のマニアな人のみには、うん。これはだってさ、オーディオを楽しめるもん、はい、会話も声を張らずにね、できますし、ね、うん、俺らのはね、雑音を楽しむ、はい、だからこれ落ち着きすぎてて、うん、僕らのはすごく低速域でも刺激を味わえるじゃないですか。そうそう、この車だとこの低速域じゃ刺激を味わえないですね。全然全然。もうポテンシャルが良すぎて。そう。俺らのは本当に法定速度で楽しめる。刺激はすぐありますからね。うん。まあでも大半の人はこっちに行くよな。はい。こっちをおすすめします。うん、本当だよな。で、オリドさんのこれ結構車高下がってるんですけど、うん、全然乗り心地悪くないですね、うん、乗り心地いい、はい、しっとりしてる。いかにこの車高を下げて、うん、ホイールインチアップしてタイヤが薄くなった、いわゆる乗り心地が悪くなる方向のことをやってるのに、うん、悪くならないようにするかが腕の見せ所じゃないですか。さすが上手ですよね。うまいね、オリドは本当車作りうまいよ、はい。今時の車はいいね。なんかもうしっとりしてて乗り心地も良くて、うん、このスピード領域だと良さが分かんない。まあ良さとかもちろん快適な静かな、うん、ね、落ち着いた良さはあるんですけど、刺激はないですよね。ない。俺らのはさ、俺らのはこの法定速度で顔がこうニコニコしてくるもん。その雑音が楽しめるっていうかさ、はい、無駄を楽しむっていうか、これはもう完成されたスポーツカーでさ、はい、なんかサーキットとかそういう限られたところでかっ飛ばさないと、もっともっと車速域が上がらないと、そう、これのポテンシャルは全くもって余りまくってますよね、ね、はい、
だからやっぱこう良さはいいんだよ、うん、はい、絶対的に世の中の8割の人はこっち選ぶと思うんだけど、はいはい、やっぱ我々みたいなこうさ特殊な人間はああいうこう雑音を好む、はい、その無駄を好む、はい、これはこれでやっぱ現代の86ですよ、うんうん、現代のスポーツカー素晴らしい製造進化してると思います、うん、はい、チェンジ、はい、これ何せね、あの節々にね折戸さんの車への愛情を感じるから、うん、もうピカピカだしね、全くだ、落ち度がどこにもないから、うん、そうね、うん、愛を感じます、うん、ほんと乗り心地いいわありがとうございます。はい、ありがとうございます。今時の車だ。はい。うん、もう車だけでなく、うん、それに合わせてタイヤも進化してるじゃないですか。うんうん、で、そのもう純正ではなくて、その進化した。うん、今時のタイヤも履いてるんで、うん、まあ、アドバンデーバーですけども、うん、だからやはり、車だけ進化してもタイヤも良くないとやっぱりダメじゃないですか、うんうんうん、両方が進化してるんで、そうだね、もう余裕のポテンシャルですよね、うん、本当いい車だよ、はい、そのいい車を折戸が愛情を持って仕上げるからさらに良くなる、はい、いや本当あの GR86 をね、うん、最近買ったという方、うん、もしチューニング内方針とかあれが決まってないんだったら、うん、折戸さんの店に行ってね、うん、相談したらいいと思いますよ、うん、絶対いいね、はい、まず GR86 は本当におすすめの車ですね。そう、本当いい。最初出た時はさ、はい、あ、なんかちょっとなんかチューニングしただけでしょみたいなさ、うん、エンジン 2.4 にしただけでしょぐらいに思ってたけど、うん、はい、乗ったらまるっきり違うね。あの初めて乗った富士ショートコースのとか楽しかったですよね、うん、こんなに曲がるのかと。そう、全然違う。俺の GT86 とは全然違う。やっぱりあのちょっと前期乗ってらっしゃる方にはねちょっと申し訳ないですけど、うん、すごい進化してますよね。そう、本当にパワーステも、うん、これ 2.4 になったとこだけじゃなくてもう全体的なバランスがすごく良くて、そう、限界域の辺の、うん、扱いがすごくしやすくなったじゃないですか、うん、限界域も高くなったし、そう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 、だから最初はさ俺ただの、はいはい、モデルチェンジだろうなって思ってたんだけど、はい、乗ったらもうフルモデルチェンジだよね。ですよね、うん、全然違う。で世の中にこれよりもすごい車って例えばスーパーカーもたくさんありますけど、うん、どうその辺の車乗ると扱いきれないんですよね、あのすごすぎて、うん、それはある。あのほとんどアクセル全開なんかできないまま、うん、その車とお別れすることが来るになると思うんですけどそうだね、この車ちょうどよく全開率も高くて、うん、楽しく走れる領域がちょうどいいじゃないですか、うんうん、速すぎず遅すぎず、うん、なおかつコーナーとかブレーキングとかいろいろ良くて、うん、だから走りを楽しみたい人にはもう抜群におすすめの車ですよね。いやもちろんそうだよ、ほんとそう、ほんといい車だよ、はい、でそれをいかに、ノーマルじゃなくてかっこよく仕上げつつも、うん、デチューンしないかというところが、うん、大事で、うん、この折戸さんの86見た目もいいし、うん、味付けもいいから、うん、この86だったらすごく欲しいですね。どう思う、はい、これはいい、はい、あ
足も乗り心地いいですよね。いいよいい、硬くない、うん、でもあの柔くもない、うんうん、車の仕上げ方がうまい、はい、スープラもそうだけど、はい、うまいよ。僕らってマニュアルで育った世代じゃないですか、うん、今時の人はもうマニュアルって何って感じでしょうけど、うん、マニュアルの楽しさが、うん、だから40代以上なんでしょうけど、うん、マニュアルの楽しさがありますよね。全然あるって、はい、全然あるわ。もちろん今時のオートマとかのね、その便利だよ、パドルとかの方が性能はもちろんいいし速く走れるんですけど、うん、でも自分でこのペダル3つね、クラッチも扱ってシフトを自分で触ってっていう楽しさがやっぱりマニュアルミッションの車にありますよね。あるね、本当あるよ。マニュアルは楽しい、なんと楽しい。渋滞の時は嫌ですけどね、うん、まあね、はい、だけど車を運転してるっていうさ、はい、楽しさがある。マニュアルは操ってるっていうね。そう、やっぱマニュアルとサイドブレーキはね楽しいよ。サイドブレーキこれ、うん、サイドブレーキないとダメ。これないとちょっとなんかね、なんじゃってだよ、はい、たまになんか車見て電子式のサイドブレーキの車とかあったらちょっと残念ですよね、見た時にね。本当そう、本当にそう。はみたいな。マニュアルで電子式かいみたいな。いいね、今時の車も。これは欲しい。これ欲しい、うん、いいね。欲しい。やっぱ86を GR86 買ったらこういう仕様にしたいなっていうね、大人な86。ありがとうございます。いや本当に本当に、ありがとうございます。だからかっこいいし、うん、かっこいいだけじゃなくてとても愛を感じる、はい、そう、オリドさんの愛を感じる車なんで、うん、これただのその金儲け主義でやってたらこういう車には仕上がんない。そうですか、ありがとうございます。愛情がやっぱこういう車に作り込めるんじゃない。本当のコメントはあの放送見てから。そうねそうねそうね本音は車載で。なるほど、それはちょっとドキドキしますねありがとうございました。さあ本日のカープライブヴィンテージタイムいかがだったでしょうか。まあ谷口のね、はい、昭和初期のヨタ8、それをまた再現して復活させて生まれ変わらせる。世界に1台の車ですもんね。いややっぱね、トヨタの車には 4AG、 トヨタエンジンが乗ってないとおかしい。よかったらあの 4AG に変えといて。確かにそうですね、はいはい、やっぱなんか違うんだよ、うん、そのさ86に S2000 のエンジン乗せてるやつもいる、はい、ロータリー乗せてるやつもいる、うん、だけどそこはちょっと違うんだよ。やっぱトヨタの車にはトヨタのエンジンが乗っててほしいなと思うしさ、そういう意味では、はい、やっぱこうヨタ8に 4AG が乗っててくれてよかったな。センスですよね、やっぱそういう、うん、本当に車好きのセンスだった。そうそうそう、はい、すごいそれを今日谷口選手のヨタ8には感じましたね、うん、これいいね。最高ですね。いい、石田さんマジで似合ってますよいやいいもんだって。本当にだってバイクにカウルがついてるだけって感じだもんはい、本当に速度は必要なく、ただプーンっていくだけでなんかちょっと笑顔になりますね。なるなる、全然なる、はい、この2台はさ、はい、法定速度で楽しいもんこれは法定速度だと、うん、あもう余りすぎちゃってさ、もう持て余しちゃうわけよ。まあそうかもしれないですね、うん、だからサーキット行って楽しい車よ、はい、これは法定速度でも楽しい。この2台は確かに千田さんのと谷口選手の音だけでもうね、うん、雰囲気が楽しめますからね。そう、その吸気音だったり排気音だったり、余計なガシャ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 みたいなさ、はい、そう、あとヨタ8はミッションの音、これがまたね、レーシーの音、そう、レーシーで、我々にはこうたまらない。ヒュインヒュインって、はい、そう、いやだけど本当に今時のさ GR86 も、はい、こういう風に仕上げたら、うん、無駄な金を使わなくて済むんじゃないっていう、うん、お手本じゃない、はい、うん、ありがとうございます、うん、いやこれはなんかね、いい、俺は好き。
このエアロもなんかさりげなくて、はい、うん、ゴテゴテしてなくていい、すごくいいです、うん、なんかメーカー純正みたいなさ、うん、オプションパーツみたいでいい、イエイ、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今回のヴィンテージタイム、よかったらいいねを押してください、はい、あとは登録もお願いします。バイバイ、ありがとうございました。ノブチャンネルも見てね。ありがとうございます。